今回の参議院議員選挙からインターネットによる政治活動、これが解禁になった。これとっても喜ばしいことだと私は受け止めています。今までの選挙活動、大変にですね、昭和的な、どこかへ行ってスピーカーでガンガン声を出してやってますよということを出していく選挙活動に対してはネガティブな若い人たちがとても多いと思います。なんでわざわざ行ってみなきゃいけないのか、面白くない、そういうふうな思いで行かない人がとても多いです。でも情報を得てもらわなければ、それが政治や選挙やこういうものにつながっていかないことも確かです。今回のインターネットによるそういう政治活動の解禁というのは、今まで政治からあまり近くなかった、むしろ背を向けていた人たちに対してアピール度を強くするという意味では大変な進歩です。もちろん皆さんが思っている通り、インターネットによる政治活動の先に見えているものはインターネットによる選挙、つまりは投票ということになるわけですが、これにはまだセキュリティの問題とか、本人の確認の問題とか超えなければいけないハードルがいくつかあると思います。ただ近々その方向に進んでいくことと私は信じています。ではこのインターネットに長けた若者たちが、インターネットでの政治活動が解禁になったことによって投票行動につながるかどうか、これに関しては私は今は疑問を持っています。世界でもインターネット環境というのはとても日本は進んでいると思います。進んでいるんですが、そのインターネットの環境の中でだけ完結している情報というのもとても多いと思うんですね。その情報を持って外に行って実際に投票をする、この実際の行動に移すという大きなハードルが一つあります。アメリカでも、そして韓国でもインターネットによる政治活動が導入された。このことによって若者たちが選挙をこれに参加し、そして運動の大きな流れを作ったというふうにも言われています。ただ日本の場合は、今回のインターネットの選挙の解禁というふうなことでが、これがそのまま、日本の若者を選挙行動に移らせるとはちょっと考えにくいのかなと思っています。ただこれはネガティブな意味で言っているのではありません。インターネットが選挙に導入されたことによって、大きな大きな一歩が今回の参議院議員選挙で踏まれるんだと思っています。そうですね、インターネット、皆さんもですね、長けてる方々は本当に好きなんだろうと思いますけども、逆に言えばインターネットに長けていない我々より上の年代の方々、この方々にとってはやっぱりリアルな活動の方がいいんだというふうに思われる方も多いかと思います。この年代間におけるインターネットの接触率の差というのが、実は選挙行動の差なんじゃないかなというふうにも私は考えます。投票に行くというリアルな動き、ここにインターネットでの情報の発信がつながってくる。まだ 2,3 年その投票における若者たちの行動というのがぐっと増えてくるというのにはかかるんではないかと私は考えています。ですからインターネットによるこの選挙活動であるとか、インターネットを導入したいろいろな政治家の発信というのをどん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 増やしていく、その際にインタラクティブに自分が発したものに対する答え、これを拾っていくという形を続けていく、地道にこれを続けていくことによって将来の投票活動、投票行動、こちらにつながると私は考えています。